紹介していきましょう。北原侍でおなじみ畑陽希さんです。こんばんは。今年初めてテレビに出れました。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。本当に横で聞いてて切ないです。嬉しい。本当に。さあ、それでは、はい、畑陽希さんはどんな夢の福袋を作ってくれますか。こちらで私、はい、じゃん、2018年開運したいがテーマでございますね。はい。まあ、ご覧の通り私はもう死んだんじゃないかっていう噂が出てるぐらいの畑陽希でございますから、2017年は地獄でした、はい、だけど開運したい2018年、はい、なので、ね、うん、私と共に皆さんにいいグッズ、開運するグッズを集めていきます。はい、はい、任せてください。はい、よろしくお願いします、はい。さあ、そしてキラリン氏がでおなじみ、前川ほしかちゃんです。はい、よろしくお願いします、はい。私はね、こういう福袋を作ります。家族で楽しむキッチングッズ、うん、いやね、お家で家族を団らんで楽しめるグッズを集めていきたいと思いますので、頑張りますよ。はい、はい。さあ、そして続いてはこの方。はい、シーナー、滋賀の歌1番から22番まで作成しました、うん、スプレギターアーティスト、イタリアフです。よろしくお願いします。はい、ということでね、私が作りたい福袋のテーマは女子力って何、それ美味しいのってあなたと一緒に考える女子力アップ袋というものを作ります。はい、もう触りたいところいっぱいあるんですけれども、ちょっと時間がないので、じゃあこの辺で、はい。さあ、そして後ろをご覧ください。平和堂でおなじみアトピー、そしてビバシティ、これでおなじみビバッチェ君も来てくれています。ありがとうね。さあ、それではですね、ここで平和堂さんが子ども食堂へ支援を始めたというですね、そのお話を少し聞かせていただきたいと思います。平和堂総務課長、西塚哲夫さんです。よろしくお願いします。はい、子ども食堂というのは、いろいろな家庭事情のある子どもたちに食事や安心して過ごせる場所を提供するということを目的に始まった活動です。現在滋賀県では82カ所にまで広がってきています。地域のボランティアの皆さんが中心となって活動し、子どもたちの笑顔はあふれるコミュニティとして広がってきています。平和堂ではそんな子ども食堂を支援寄付していきます。さらにそれに加えて各店舗ではこのような募金箱を設置しております。子ども食堂を支援したいという皆様には、簡単に参加できますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました、はい、ぜひ子どもたちのね、笑顔のために皆さんもご協力よろしくお願いします。お願いします。さあ、それではですね、ここで時間となりました。夢の福袋対決、予算は2万円です。時間ありませんからね。ではもう早速スタートしていきましょう。夢の福袋対決スタートでーす。こちらは非常に大変なことになりそうですけれども、こちらの福袋対決結果をですね、追ってご報告していきたいと思います。お楽しみに。キャラ濃すぎないですか。スタジオよりキャラ濃いありますね。おってもいいでしょ。3人中2人来たら怖いな。でもゲストなんですか。畑さんもちろんゲストです。ゲスト一ネタお願いします。笑いでしょ。そうですよね。山本さんもやってくれますから。そうですよ。これ後でまた期待します。さあ、福袋も2万円かなり豪華なプレゼントですけども、どちらもどういった福袋ができるのか、こちらも楽しんでもらいたいと思います。さあ、ではスタジオの方もどんどん行きましょう。まずは東大阪。はい、原田君滑ってたよ。やかましいわ。さあ、今ですね、僕は生活用品売り場生活館の方に来ております。ではここからはですね、こちらのメンバーの夢の福袋、どんな商品をゲットしようとしてくれているのか、レポートしていきたいと思います。さあ、畑陽希さんはね、2018開運したいというですね、そんな夢のような福袋を用意してくれているということで、この辺り、うわー、すごいぐっすり寝てる、生放送中に寝てる。畑さん、ここの枕すごいんですよ、本当に。いや、ちょっとぐっすりしすぎです。いや、あのね、はい、私もうほら、すでに明日が不安でいつも寝れないの。未来が怖くて寝れないの。聞いてられへん。だけど、はい、ここの枕はほんとすごいから、はい、ぐっすり寝れるんです。いや、確かにいろんな枕ありますもんね。ここね、枕の数すごい多くて、はいはいはい、選び切るのも大変なくらいなんですよ、はい、だけど今こういろいろ探した中では、うん、ここにあるね、はい、今この、まあ、4択ぐらいになってるけど、ちょっと金子さんも触ってほしいんだけど、これ、はいはいはい、すんごい、ほら、吸い付く、あ、ほんと、ぐっとなんかこう、シューッと染み込んでいくようなね、すごいでしょ、はい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 、僕は今ね、普段使っ
わけですよ。悪魔がいつもやってくるわけ。悪魔が。これでいたらなんか、はい、来年やっていきそうな気がして。運が。服が。はい、新しいギター頭に変わるギャグも作れそうな気がするんですよ。お、ね、だからこれをもし使うと、はい、やっぱ、まあ、僕も売れるだろうし、はい、瀬古さんもほら不細工だからモテるだろうしね。ありがとうございます。ありがとうございます。モテないでしょ。はい、つつもらいません。これを見てる、はい、あのファミリーレストランの2人も、はい、売れるだろうし、あーちょっと2年かかるかな。で僕も使ってほしいですよね、はいはい、なのでまあみんながいいことになりそうなので、はい、でどれにしようかなと思った中で、はい、偶然ね、はい、この枕が7番だったんですよ。お、7ということはラッキーセブンだ。はい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 。なのでこれはちょうど回遊にもいいんじゃないかなと思います。お、で値段もね、はい、3980円で、はい、お手頃。そうですね、はい、なのでちょうどこれで私開運が、はい、いけるんじゃないかと思ってこの7番の枕にします。わかりました。じゃあもう夢の福袋一つ商品はこの枕ということで。絶対売れます。よいい本当に貴重になってますんで、ね、はい、楽しみにしていてください。ありがとうございます。2月が楽しみです。童貞でしょ、童貞ね、はい、やめとけ、はい、じゃあ次いきますよ。では続いてはですね、女子力アップ福袋ということで、イタリアンボちゃん、お、何してるの、何してるの、これ何、これマッサージです。マッサージ機、すごい振動してる。わかりますこの感じ、こんなに、はい、でも顔しかもね、これ切り替えられるんですよ、はい、早く、もっと早くないですよ。おー、すごい。笑ってないよ。何を、何これ。だから、こうね、いろんな箇所に当てて、うんうん、体をシェイプアップしたりとか、骨を起こすんですよ。そしたら代謝も良くなって、見せやすくなるから。おー、素晴らしいと思いません。じゃあこれを、そう、これをちょっと買いたいなと思って。おい、買いに行ってこちらが 3D マッサージロールという商品。お、結構いいお値段しますよ。予算2万円のうちのほぼ半分、8980円。お、自分だったら買わないかもしれないけど、これはやっぱり入ってると思ったら、はい、あれれ、こんなところにシガの歌もあるよ。あ、じゃあ次行きます。あれ、ちょっと待って、シガの歌、はいはいはい、ランチしてます、はい、いいの見つけたんですよ。私はね、家族で楽しむキッチングッズということで、はいはいはい、こちら見つけました。はい、何ですか。これね、シリノゲル乾燥剤って言って、うん、こういった袋の中にお菓子とかパスタを入れた時に、はい、乾燥から守ってくれるんですよね。私が忍者の形をしているので、私もやっぱりね、今回の観光 PR 大使をしてますので、忍者は欠かせないということで、この可愛らしい忍者で食品を守って家族が楽しく美味しいグルメを、ね、楽しみたらと思っています。なんかもう自分を前に出しているような、え、出しますよ。で今日キャラ濃いんでね。今日濃いよ、本当に。なんか私的一般人なんですよ、服装が。あ、まあ、服で勝負してるわけじゃないから。そうなんです、ね、あくまでも夢の福袋作りを皆さんにはしっかりと企画として頑張ってもらいたいので、はい、ホチちゃんはこのこういったキッチンアイテムということで、乾燥剤をまず一つゲットしてくれています。予算は2万円となっていますので、この後まだまだですね、豪華な商品をたくさん詰め合わせて皆さんのお手元にお届けできるような、そんな素晴らしい夢の福袋を作り上げていきます。はい、こちらからですね、また後ほどレポートをお届けします。以上です。あの、聖国さんには心からお疲れ様。今ちょっとホッとしたりするんじゃない。さあ、ではスタジオの方どんどん参りましょう。続いてのチェックはアウト。さあ、ということで、今ですね、僕は食料品売り場、食品館の方に来ています。夢の福袋を3種類ご用意ということで、ではですね、もう早速レポートしていきたいと思うんですけれども、またヨムさんがですね、もうすでに何やら2018年開運グッズということで、何してるんですか。いや、すごいいっぱい色があってさ、はい、悩んだんですけど、今回私、はい、開運というテーマでございますから、はい、まずは、はいはいはい、なかなか食べれないこの、うん、あのズワイガニのまず缶詰、ね、いいですね。なかなか買わないでしょ、はい、自分じゃね、はいはいはい、これを今回このほら、このカニの爪のこのハサミで開運、はい、未来を切り開くということで、まずこれね、はい、これつまみとして、うん、ぜひお酒をお正月に飲んでほしいのが、やっぱり、ね、こうたくさん日本酒があるんですが、はい、中でも、はい、なんと滋賀の皆さんのお世話に大好きな平和堂さんが、はい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 、今年60周年なんですよ、はい、ね、はい、でその創業者の平次郎さんの名前がついた、はい、この平次郎という限定の純米大吟醸が今回ですね、はい、ここにまだちょっとだけ残ってるんです、はい、なのでこの1本も足して、お、これを飲んで美味しいズワイガニを食べたら、そりゃちょっと開運するんじゃないかなと思って。確かにね、限定の純米大吟醸
らは左青子ちゃん。あれいいよね、あれいいよね。ほら、見てください。何？あなたは今日何の福袋を用意しようと思ってたんですか？女子力アップ袋、うん、はい、はい、このね、アンパンマンを楽しみ袋、はい、世界が、うん、世界の子供、大人も大好きなアンパンマン。そしてこのお菓子、やっぱりね、女子力アップといえども、たまにお菓子を食べたいなって思うことがある、はい、幼児向けだから、はい、ちょっとダメだと思いますし、なんと塗り絵付き、カンペなんとか、うん、素晴らしい。もうね、あなたあのキャラが渋滞してるんですよ。いや、うん、これも込みで。いや、いいじゃないですか。何？で、この子も相談してた、この子ももう、え、あなたの女子力アップの心に入っちゃってるか。入っちゃってるか。あ、そこにまたこのキャラクターも入れて。そうです。だからキャラが渋滞してるから。いや、はい、女子力これ関係あるんですか？いや、ありますよ。なんで女子だってね、言ってくださいよ。お菓子を食べたいと思ってたんですよ。俺今日出会って2、3時間経ちますけど、何一つ理解できないですよ。いや僕も同じようなキャラクターしながら食べろ、来るんじゃねえよ、本当に。帰れ、本当に。俺嫌いです、俺この人。残念。もうギターの間に僕が挟まってるんで、なんかちょっとアルフィみたいな感じになっちゃいますけど。ごめんなさい、おばさんじゃないんですよ。おばさんって何ですか？滋賀のおふくろです。おばさんじゃない。前田ほしかちゃんは髪持ってきたら、やっぱりこの時が欲しくなるなと思って、ミッフィーとビバッチェ君と買い物してたんですけど、私がね、欲しいなと思ったのはこれね、ペアローさんのオリジナル製造ブランドのビーワのゆであずきと、あとここに並んでる2種類の蜂蜜、こちらね、ハンマリーさんの赤し蜂蜜とレモン蜂蜜っていうね、こちらにもちょうど並んでる商品でした。イタリア産レモン蜂蜜、はい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 、だから蜂蜜って紅茶とかに見れてもいいですけど、私たちみたいに声使う仕事の時はやっぱり蜂蜜ってことをね、喉、まあ、ね、潤してくれるとかもできますからね。ぜひね、こういった安くてとってもいい品質のものがたくさんあるからゲットしたいなと思います。はい、何より全然豆で、はい、なんかこういう私が大好きなんで、はい、いいわの商品でいいわって思いたいなと思ってゲットします。はい、そこだけギターっていう意味があるんで、僕は手ぶらなんですよ。もう手ぶらなんですよ、もう本当に、はい、まだ夢の福袋、まだ予算2万円以内ということで、皆さんそれぞれ予算を残してくれていますので、そうなんですね、ごちさん、なんと我々まだお金があるので、まだその結構余ったお金の最後に一押し買いたいものがあるんです。はい、こちらのですね、夢の福袋、この後ですね、いよいよ結果発表となります、スタジオで、そしてテレビの向こうでご覧いただいている皆さん、楽しみにしていてください。最後の一押しがこの後登場です。よっしゃ、はい、本番が終わるまでセクハラしちゃダメですよ。ダメですよ。山本さん、はい、なんか言われてましたね。一度もプライベートご一緒したことない。そうなんですか。怖い、テレビで怖いですね。いや、本当テレビで怖いって言いますけど、僕も生放送が今一気に怖くなりました。段取りがね、段取りが1個ボーンと飛んでましたからね。さあ、では、はい、次は女性に嬉しいこんな情報。はい、こちらのインスタ映えするメンバーばかりで、くれました夢の福袋、テーマは、はい、家族で楽しむキッチングッズです。はい、さあそれでは順に見ていきましょう。はい、やっぱり一番の目玉はこちら、はい、焼肉プレートあり、平方プレートあり、そしてたこ焼きプレートありの3種のホットプレートです。すごい、最後の一押しがとても大きな家電になりました。やっぱりね、家族で楽しむにはみんなでワイワイ楽しまないと、はい、さあ、はい、そして他にもね、チーズフォンデュやチョコレートフォンデュができる機械や、はい、女子力って何それ美味しいのってあなたと一緒に考える女子力アップ袋ということで、このようなラインナップとなりました。はい、
い、ということで一つずつ、こちらがマッサージロール、はい、なかなかね、自分じゃ買えないけど、これいいやつですよ、はい、そして猫ちゃん癒します、あなたを癒しますよ、うん、そしてこちらバスグッズ、はい、こちらがあなたに追加になってますよね、そして 99% 除菌、ちょっとなんかやっぱね、なんかやりますオッケー、1000円します、1000円しますで、そしてこれはアロマ、アロマも使えるし、はい、加湿にもできます、はい、そしてアンパンマンと、なんとこちら、はい、ハーバリウム、ハーバリウム、はい、ハーバリウム、ややこしいな、はい、これ観賞用のね、はい、あの植物とかを見ていただけるものなんですよ、はい、はい、うん、そして最後に、滋賀の歌、はい、じゃあ続いていきたいと思います、攻撃力、攻撃力、はい、19,812円となりました、はい、こちらもしっかりと予選で、さあ、ギターからギターです。はい。はい、アタヨクさん。もういいんだ、マスコしてくる。私、アタヨクですよ。はい、2018年、開運したい。はい。私もしたいけど、世間の皆さんも悩んでる人は開運していただきたい。はい。で、私ね、こう、うん、柔らかい枕とか、はい、カニの缶詰、こちらのね、英二郎さんの日本酒などなど選んだんですが、はいはいはい、最後のメインというかですね、一押しがこれです。はい。暖炉風セラミックヒーターでございます。冬には嬉しいね、これは。これお写真見たら分かると思うんですが、はいはいはい、本当の暖炉なんじゃないかと思いきや、はい、こういうデザインなんですが、うん、でもこういうなんか家の中でもこういう暖炉風のヒーターが使える、はい、なかなかこういうのないでしょ、ないですよね、だ滑っても、はい、まあ司会者でやることがあってもこれが温めてくれるというですね、はい、私メンバーなんですが、お笑い芸人なのに一切ボケはない、いいメンバーどうですか、山本さん、はい、さあということで以上3つの夢の福袋が揃いました、はい、はい、皆さん制限の2万円以内で収めてくれた、それでは夢の福袋、スタジオの皆さん、どの福袋が一番夢が詰まっていると思われたでしょうか、ジャッジお願いします、お願いします、さあこれでも山本さんに買ってもらいたいと思います、はいはい、では一番良かったのは誰でしょうか、こちら NHK 連続テレビ小説ひよっこのタイトルバックでも知られますミニチュア写真家田中達也さんの作品展となっています、岩地くんもね持ってくれていますけれども、こちら1月3日から14日までとなっています、無料チケット、こちらなんとですね今回は全ての夢福袋につけてプレゼントさせて